時間です。朝の若に辰王将。上がった上がった上がった朝の若、左が入りました。右の上手。上がった出し投げ。こらえた辰王将。出し投げ。朝の若の勝ち。おー、続いて。はい、起こしていった昇降龍。左からいなした。突き落とし。昇降龍の勝ち。村里氏が合わせます。あ、けい打ち上げに清田、突き放していきます。当てがってなるたけ下がらない。残った残った右を覗かせという清田、引いた、なるたき。引き落とし、なるたきの勝ち。外手突き、細かい突っ張り。当てがって稲見。突き返していく稲見。右の突け、こっちまで。攻め続けた、叩き込み、稲見勝ち越し。よくしてから何でもやってほしい。上手突き、御神流、まず突っ張った。突っ張り続けて、あー、もろはずれ。押し倒し、回し打ちはね、東東春流。本当に嫌なんですよね。置かれて押し倒し、東春流が勝って3勝2敗としました。自己最高位。ここも相手の動きをちょっと見ながら、でもついていましたが、これ対土俵割っていたということですかね。突っ張り続けましたね。この相撲を取ってほしいですね。はい、これは相手からすると嫌なわけですね。嫌ですね。しっかり中に入って、はい、はずで押しながら、いい攻めでしたね。押し倒し。おーい、長い相撲になってきました。右が琴剣龍、左が西野です。敗れた方が負け越しという厳しい一番です。下手を切りに行きますが、切れない。おっと、上手を切った。琴剣龍、押し倒しました。琴剣龍が左四つに組みたい北大地。立ち合いです。張って左を差しに行った北大地。龍馬がしのぎます。上手を引いた。上手投げで呼び込んだが、攻めたのは、突き落とし。軍配はユーマに上がって、だから気持ちはすごく持ってると思うんですよね。はい、今日は初めての対戦で、大学時代、東白龍4年生の時に武尊が1年生でしたが、大学時代の対戦はないという話をしていました。思い切り当たって、思い切り動くと。今日は支度部屋で語っていた東白龍、勝てば二桁に星が伸びます。武富士、行司は式守慎之助。モルトズから動いた。勝った勝ったのは東白龍。武富士、10日目、作業は6勝3敗。勝って中に入った火曜。呼び倒し、火曜の勝ち。回せます。モルトズキ。昇降下がらない朝光流、引きについてきます。いなしに崩れない、その引きにもついていって頑張る朝光流、連敗を取れました。することができませんでした。もろ手突き、右からの上手出し投げ。千代翔が勝って9勝1敗。これで十両は9勝1敗。
試合になりました。ずっと前に出ていくのは隆の勝、残す御嶽海、土俵際しかし逆転ならず。昨日は王鵬を土俵際の逆白の海が少し先に立ってしまいました。Thank you.